はい、酒好きな俺の飲酒トーク始めていきたいと思います。今回もまた酎ハイですね。限定出荷。秋なし酎ハイ。また酎ハイの、梨です。また続き。栃木産の幸水っていう梨ですね。を使用していると。サントリーのマイナス196度のブランドです。アルコール度数4%ですね。原材料が梨とスピリッツ。と、ウイスキーとブランデーと、糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。はあ、ウイスキーとブランデー使ってんの？そんなのどこにも書いてないんだが。どこにもっていうか。栃木県横山果樹園で育てられた幸水を使用。秋の訪れを感じさせるみずみずしく爽やかな美味しさです。ウイスキーとブランデー使ってるチューハイって初めて見たんだけど。すごいな。ウイスキーとブランデー使ってんのか。なんでだろう。ちょっとブランデーっぽいわ。なんか、まあ、いいや、乾杯。なんか後味が。これ美味しいな。さっきの秋梨じゃねえ、和梨、チューハイに比べると。そうや、こっちも甘味料使ってないですね。美味しい。これ美味しい。こっちの方がうまい。サントリー。なんかね、後味がね、ブランデーのね、いい香りがね、漂ってくるんで、美味しいっすね。これは。確かにブランデーっぽいわ。ウイスキーはわからないけど。ブランデーっぽいな。ちなみにこのシリーズ、秋りんごチューハイっていうのもあるみたいです。ただ俺のいたスーパーには売ってませんでした。これもうまいな。梨の味のチューハイってなかなかまあ珍しいっすからね。なかなか美味しい。これ美味しいな。他のマイナス196度のやつと違って、甘味料が使われてないっていうのもでかい。はっきり。甘味料使われてないっていうのはやっぱでかいな。これは美味しいわ。
かなか。ないっすからね。ウイスキー。なかなかないどころか、俺初めて見たから、多分ないだろう。あ、やっぱ、この秋リンゴバージョンは、ウイスキーとブランデー使ってないですね。今見ましたが、ないですね。使ってない。なるほどね。サントリーホットウーロン茶プレミアムだって。なんだこれ。関係ないけど、サントリーはウーロン茶美味しいよね。最近っていうか、まあ、リニューアルしたじゃないですか。なんか3割ぐらいマシになったっていうか、濃くなったやつ。あれ美味しいですよね。あと、イエモンが好きです。俺は。緑茶の中で、緑茶飲料の中でイエモンが一番好きですね。イエモンの玄米茶が一番好きで。ただ、普通の家もんはね、なんか最近っていうかね、あれになったんですよ。昔はね、家もんね、抹茶が入ってなかったんですけど、なんか抹茶入りになってね、からまずくなった。家もんはね、うまかったんですけどね、元はね。なんか、パッケージに抹茶入りって書いてある。やつはまずい。抹茶入れなくてよかった。その前までは全然うまかった。超うまかったんだけどね。超うまかったんですよ。これ抹茶入らんでよかったんだよ、これ。なんかね、抹茶入ったことによって粉っぽくなったんだよね。いえもんね。イエモンね、やっぱ、玄米茶美味しいんですよ。イエモンはね、玄米茶か、濃いめ？濃いめっていうやつ。通常のイエモンはまずい。もしくは、俺、緑茶系だと、あれっすね。濃いめの多いお茶。が、あれ苦くて好きですね。苦いんで。あれは苦くて。ちなみに普通のお茶系列の、中だと多分、多いお茶が一番苦いんですよ。で、それにさらに苦さを加えた、まあ、濃くなった、多いお茶は本当に苦くて美味しい。あれはね、多いお茶は本当に苦めのやつですから、お茶なんで、美味しいですよ。あれは。ぜひっていうか、まあみんな多分飲んだことあると思うけど。
でもなんかあれだな。これなんか、和なしチューハイ、なんか飲んでね、飲んでたらなんか飽きてきたな。なんかこう、ちょっと、飽きるね。味がね、ちょっとなんかコクがあるから、なのか、もうちょっとこう、和なしチューハイは、すごい、水っぽくて、水っぽくって言って、悪い意味だけどね、いい意味で水っぽい。こう、すっきりしてたけど、こっちはちょっと濃厚な感じの、やつなんで、ちょっと飽き始めてきた。なんか飽きてきたな。大阪で常識のお好み焼き定食ありかなしか。ありでしょ。新潟だけど俺、普通に新潟でも俺これ普通に食ってるけどな、これな。焼きそばとお好み焼きととかは、ここら辺はご飯と一緒に食うもんですから、俺の中だと。俺の中だと、昔から、てか、うちでは普通にあれです。そうです。いや、お好み焼きはやっぱしょっぱいでしょ。それだけ食ってると。やっぱ飯が必要ですよ。まあ、あと、だけどラーメンとね、ご飯はあんまりこれ合わない。とは思いますね。ラーメンとライスはあんまり売りないな。俺の中で。あんまラーメンってそもそもあんまり濃いっていうかしょっぱくないでしょ。ラーメンって。しょっぱくないっていうかなんか、スルスルっといけるから、こう濃厚なのではないよ。ああいうたこ焼きとかさ、あ、たこ焼きもか。たこ焼きとかほら、お好み焼きとか。あと焼きそばって結構、こうもったりするじゃないですか、口の中が。だからこう、それをリセットするためにも、リセットするっていうか、
ご飯はあった方が個人的にね、この3つにいいですけど。ラーメンはないね。ラーメンにね、ご飯はあんま合わないとは思うけど。まあ、俺の中ですから、まあ。俺の中ではちょっとあんま合わない。甘み、香り。香りがちょっと弱いかな。個人的に言うと、うまいんだけど、うん、って感じはするんだよね。ただまあ、四つ星いいでしょ。4434です。ご視聴ありがとうございました。